あ、そうだ。よし。あ、どうも。よしりんさん、ひらきこまりさん、かおさんいらっしゃい。わこつ。はい。はい、ちょっと待ってね。ちょっと音量は、あ、まあ大丈夫だ。まあ、いいわ。タナさんいらっしゃい。はい。なんだ。わこつです。はい。鳥頭さんいらっしゃい。ちょっと待ってね。運営コメ。運営コ。ずっと表示。わこつ。はい。アシャさんいらっしゃい。失礼。ワコーツですなんで戦車からバーチャコップに笑ですね、モデル2基盤のオープニング集らしいです。お久です。はい、お久しぶりです。バーチャコップ誰だ、いやいやついてます。バーチャコップはサターン版やったな、いっぱい。ゲーセン版はそこまでいっぱいはやらなかったけど。ルークさんもいらっしゃい。コロナガさんも、パンダの鍋式さんも、ルセムさんもいらっしゃい。鍋式、鍋つかみじゃねえんだな、それは。AM 剣なんてなかった。AM 剣ってもうねえのかな ?AM2 剣。AM 剣自体があんのかな、ね、あ、マナさんだ。いらっしゃい。ありがとうございます。動画はね、思ってたより良かった。自分で見て思った。それまではちょっと見て、まあなんだろう、冷静に見れる状況がなかったんで、時間的に。逮捕、射殺。いや、これだ。これ、ほ、ね、すげえ撃つよね。しかも撃ちまくりなんで、ね、一人3回まで撃てるから。わこつ、ちょっと、AM2剣剣よかったのにね。飴の舐めさせて。あ、動画にチケット寄付したので謝礼ください。謝礼、謝礼。わらわら。ああ、そう。ゲーセンにもあったけど。3がな、家庭用に移植されないんだよな。なんかスローにできるやつ。謝礼はありません。内緒では触れません。そして、ゲーセンでやったお、わら。サブ画面の動画を消す。あ、サブ画面の動画を消す。へえ。まあいいわ。悪党、人質守らなきゃ。ちょっと待ってね。はい、内緒犬さんいらっしゃい。よろしくお願いします。そっか、デッドアライブもそうだもんな。ちょっとじゃあやってみよう。ええ。どうした？ああ、肖像いる。肖像。使っちゃった肖像。ギリギリ間に合ったな。動画な。いや正直ね、途中まで間に合わねえかなと思った。今回ちょっと諦めよっかなと思ったし、やっても1円にもなんねえし、まあいっかみたいな思ったんだけど、まあね、 YouTube の方に人を引き込むのには意外と役立ってるんで、まあ1円にもなんねえっていうのは、まあニコニコからもらえねえだけで、まあどうなんだろうっていうところは、質問、おい、今日は、下の詳細文って言うんだっけ、これ。ちょっと待ってね。説明文か。番組説明で。下の、わこつです。書いてみよう。質問したい人しない。クリエイターなんちゃらでお金もらえんの？うん、もらえない。そんな、なんかね、よくわかんないんだよね、システムが。クリエイターなんちゃらって、クリエイターなんちゃらは再生がいっぱいされたらもらえるとかじゃねえみたいだから、なんかよくわかんないんだよ。なんかあんまりすんなりお金もらえくれたくないんでしょ、多分あの人たちが気に入った人以外に。だからなんかよくわからん。あれって動画単位で登録するんでしたっけ。いや、もうよくわからん。一応なんかしてみたけど、アカウント単位なんかしら。いや、アカウント硬いじゃない。こんにちは。はい、こんにちは。ナムコさんいらっしゃい。オレンジさんも、カムイさんも、アオハタさんも、マシェさんもいらっしゃい。へぇ。公式ゲイキャラ来た、これ。公式ゲイ。コメントが流れる機能は捨てがたいんだけどね。お金は1円も稼げないね。あれはオリオジナリ必要だっけ。カン、オリオジ、カンオジナリティって何なんだろう。
なんて言えばいいんだ、なんかオリジナリティ、わら、うん緩和なんだ、緩和今月の予測カンコレの感が入っちゃった。クリエイター賞レイスコアとかあるけど、それが0点のままですか。予測この感じがセトニの標語みたいなのってもう決着しました。うん、した言ったら URL 省略なんだっけなんだっけ、いやしたんだけどさ、ルーツとあれよくわからないよね、わら、うん、ルーツが空手道を何だっけあれちょっと待って、いやあのね、見ればわかる、動画見ればわかる、 YouTube にアップしてるんで、ぜひナムコさんは俺の YouTube のチャンネル知らないようだな。今任天堂のソフトでも登録できるみたい。もうじゃあちょっと教えて、ちょっとうるさい、もうこれ FF の CM うるせえんだよね、音量が。ええ、小見さんか、あ、ありがとうございます。ちょっと待て、お前知らねえだろ、さて。はスタンダードです。ルーツとスタンダードということになりましたね、多分それが答え。所長さん、はい、ルーツでの100本動画で知りました。ああ、嘘、あ、そうなの、すげえとこから来たな、ありがとうございます。そうだから、どのぐらい効果があるかわかんないからさ、そういう話もありがたい。これが僕の YouTube のチャンネルなんで、まあ、よろしければ、まあほとんどタイムシフトだけどね、タイムシフトだけど、100本動画続きは Y、 はい、続きは Y? YouTube でねえわ、そういうの終わったし、ちょっと終わっちゃったし、これか、はい、どうした、妖芸、うん、妖芸ね、まあやりたいゲームは決まってるんだけど、なかなか撮れるあれが、予定が今なくて、100本動画は撮りたいゲームはいくらでもある。いやいやいや、まあまあ全然、だってまだ全然枠取ったばっかだし、1枠目だし、依頼なんか正直なくてもいいんです、雑談で、雑談がしたい、この最初の雑談枠は結構貴重、なんか一応なんか有意義な感じだからさ、待ち時間みたいなもの、プレス CM 動画見ました、それは関係なく、ああ、そうなの、え、もうあれ実装されてんの、実装ってなんだよ、なんか実施されてんの、ノーゲームで、ノーゲームで見てもダメだよ、多分勉強しなきゃいけないの、算数しなきゃ怒られるんでしょ、あ、大人もダメなのかね、あれ北海道だよね、北海道全域なの、そんなわけないでしょ、あれ一つの国っていうことおかしいよ、絶対なんか4つに分けた方がいい、今月の第1、第3日光から、うそ、あ、だ、曜日なんだ、日曜って、しかも、うん、学そんなにあったって学力変わんないって、うん、はい、あのね、格差が、格差も変わらないと思う、楽しそう、ダブルノーゲーム、雪ね、北海道は雪、この前メガドライブの福袋本体付き買ったからおすすめ、ノーゲームデーよりもなんかさ、学力低いのはもともと、や、だってやる人はやるし、やんない人はやんないっていうことに関して何か変わるわけがないからね、ゲームをやめさせるだけで変わるんだったら、もう何もやっちゃダメだよ。聞いてみました、ストに。ごめんなさい、ありがとうございます。質問なんですけど、はい、未解決案件40で、クーデルカのオープニングって見ました？見てない。おすすめのメガドラは S 端子月改造本体。うん。代わりに漫画読む。おー、どうした、おすすめありますかって言った、この前メガドライブの福袋本体付き買ったから、へー。あ、それはそうね。ちょっと極端だけどね、あれね。もうちょっとなんか、柔らかい。ちょっと敷居の低い、でも福袋って実はすごくおすすめなんだよね。あー、メガドラはわかんないけど、あの、ファミコンとかスーファミは、あの福袋、プレステもそうだと思うけど、福袋って意外とね、基本を抑えてる。売れたタイトルから入ってるから、意外とおすすめよ。やべ。6000円でお買い得でした。んだ、いいね。本体付きでしょ。一応これが僕が作ったメガドラ動画だけど、これはちょっと極端です。ちょっとサンダーフォース4とかから入っちゃってるから、ちょっと極端。そんなおすすめというか、まあでも手入れづらいものもあるし。まあでもそうでもないか。そこまで逆にあんまプレミア入れたくねえなってのがあったから。ノーゲームデイの図でトランプやってるってのに、何それ、嘘、メガドラは縦集が名作体っすね。トランプはゲームだよな、ふざけんじゃねえ、ビデオゲームとビデオじゃないゲームだよな、もうな。縦集が名作多い。縦集？
ってなんだ。スラップファイトとか。でもコアテス帝国とか。北米 XBOX 資料の腹渡買いが個人的に好き。マジで。しかも一個にまとまってる方だよな。昔 YouTube に3つにねまたがって10分以上の動画アップできない時代があったから、 YouTube って。いやそれは本当違ったのか。面白かった。ライデネーズボードゲーム反シビライゼーションをやろう。うわすげえ、何それ。77さん、なるほど、サンクスです。味方。はい、味方さん、ありがとうございます。でもイヤイヤがついてるので多分週1回消えてしまう。あ、来週木曜に消えます。ニコニコっていい加減週1メンテナンスやめてほしいんだけど。そんなになかなかリクエスト来ないですね。いや、いや、ごめん、いいのいいのいいの。ここはここはとりあえず、いや、いいよ、くれてもいいけど、いいの、これ3泊ぐらい正直なくていいの、依頼は。あ、嘘。だからここで感じた。どう、待って、うん、あ、依頼 OK。 あー、はい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 、それで誰かがご提案つけろって言ったのか。なるほど、ありがてえ。28個目。はい、味方さんね。じゃあやってみようか。味方、あ、ディスクシステムのゲームだったと思うんですけど。うんうん、結構難航するかもしれない。ディスクシステム、あのね、なんか結構あるのよ。ファミコン、エアフット。はい。最優気持ちいいだったかな。いいね。よし、一発目エアフットいいね。回り込んでおくぜ。あとあれじゃね、うん、あの、いやいや、パットン、パットン君とか、いや、いいね。もうすごいいいとこからつくな。絶妙にドマイナーじゃない感じ。ヌイーゼン絶対出る出る出る。言いたくなるな。わ、19ヌイーゼンって書いてほしかった。メルヘンブエール。アドベンチャーだって。まあ、アドベンチャー意外と多い。まあ、ニンテンドーコナミ。ね、まあそこら辺だな。リンクは、うん。消えたプリンセス。なんてメーカーだっけ、あの黄色いでかい。悠々気かも。いや、早いよ。何もね、アドベンチャーって言ってるだけじゃんか。ジャンルはアドベンチャーでした。悠気悠。なんでどういう、悠気悠ってなんか漫画か。エロ漫画か。あ、早いな。いや、いいけど。遊ぶ、遊ぶ、キーね。あ、悠気はね。遊�。遊ぶ遊ぶ、黄色の木。はい、これです。あれ、なんかコメント消えてね。うん。違うじゃん、ディスクでもない。100本動画、うん、第016回、ああ、いいね。あのゲームいいね。うん。スタッブス・ザ・ゾンビ。アンドレ。ああ。画像で確定ダブルこれだわ。おお、早い。もう何もないじゃん。なんか決め打ちじゃん。決め打ちで当てた人誰だ。なんかコマさん、ちょっと情報がないんだ。終わっちゃったじゃんか。はい。うん。あ、第一章、そうね。早かったな。てか、早いも何もよ。始まってすらない。なんかあれだな。ネットで知り合ったこと付き合ったけど、一回も出会う前にもうなんか別れたみたいな。何もな、始まっても終わっ、始まってないんですけど、みたいな。あ、西遊記って言ってた？誰が？西遊記。あ、ほんとだ。ごめん、言ってたんじゃねえかよ。なんで俺今日こんな見逃してんの。ああ、言ってるわ。いや、もう、あの、西遊記で、ファミコンで、まあ、西遊記でディスクって言ったらもう1個しかない。うん、あったね。俺全然、あれ？これなんか、俺は扉の方に回り込んでおくぜって何？これ何？これ。ちょっと待って。どれだ？何気に難易度高いらしいですね。いや、まだね、鬼ヶ島の方が難しいと思った。鬼ヶ島はね、結構積むとこがあるんだよ、確か。悠々気は積むとこない、多分、ポイントとしては。俺だ？それ言ったのがね。え、でもこれは最有機モチーフとかだったら多分ファミコのあれだよね。なんて言うんだっけ、ファミコの一般教養か。まあいいだろう。はい、ファミコン昔話悠々機。あれ、あ、悠々機って遊ぶ遊ぶか。所長、142個目、次のお客さんです。嘘でしょ、嘘でしょ。あ、キヤさん、朝宮さんだ。ちょっと待って、行ってみよう。キヤさんね。これ除外はなしだな、これ。片
タカナ、はい、カタカナ行ってみようか。はいはい、ごめんね、なんか画面ずっとでかかったねこれ。はい、なんか違うゲームですよ。じゃあ来るかな。お、あれ、コメさんありがとうございます。ワクテカキアさんよろしく。昔友人のとこでやってたゲーム。あ、やったのね、やったのね、よかった。一応書いとくか。怖いから。特徴じゃない方になんか、なんつうんだろう、カッコ尾行、尾行っていうか、あれなんつうんだっけ、尾行欄か。一応なんかね、携帯機で紫色だった気が。ええ、どういうこと、どういうこと、ちょっと待った。ゲームボーイ系のパープル、クリアパープルとかそういうこと？アドバンスかな。あ、そういうことか。そこそこそこ。アドバンスの、じゃあ見てもらおうか、本体の絵を。うん。GBA の紫か、普通の。10年ぐらい前かな。10年？すげえ最近じゃねえか。アドバンスのバイオレットかな。うん。ワンダースワン。ワンダースワンもないじゃない、ないことはないか。これです、これでしたか。ネオポケ。あなたのお探しの方はこの方ですか。わらわら。スワンクリスタ、あー、あれはまあでも青じゃねえかな、どっちかって。これも青なんだよね、確か。紫とは言ってないんだっけ？でもバイオレットって言ってんのか。多分それ。多分これ。アドバンスかな、じゃあな。こっちか。ゲームのジャンルは？多分、GBA。じゃあゲームの詳細を聞いていこうか。どんなゲーム？うん。そこら辺を、どんどんお願いします。昔で友人が初めて進んで RPG 太陽の尻尾。友達が初めてで、初めてすぐ積んでった RPG。 アクション要素はありましたか？RPG だよね、多分ね。アクション要素がある RPG なのか、ドラクエタイプのああいうコマンド選択式のアドベンチャーなのか。アドベンチャーじゃない、コマンド選択式って言ったらアドベンチャーって言っちゃう、体になっちゃった。僕らの太陽。ああ、それはプレステの綺麗だ。太陽の尻尾。ああ、そうだね。黄金の太陽。ウィザード。黄金の太陽。僕らの太陽。僕らの太陽ってアクションだっけ。青の天外。ああ、ゼロ、ゼロじゃなくて、あれか、なんたら、なんたら、オリエンタルブルー。って言いたかった、わらわら。アクションではなかった。ただモンスターが倒しても倒れなかったオボが。え、どういうこと。どういうこと。ちょっと待って、どういうことこのモンスターが倒しても倒れないっていうのはどういうこと。桜国ガイスト、王国ガイスト見てもらうしかないのかな。 RPG を片っ端から倒れないとは、どういうことを言いたいのかがよくわかる。哲学。敵を倒しても倒れない、倒れない。シャイニングフォースみたいな。何回か倒したら消えたんだけど、見つかった後の検証を見てみたい。アクションではない。倒したつもりか。バイオハザード G かな。倒しても倒れない A。 アクション RPG かな。どういうこと。なんかもうちょっとない、なんか主人公の見た目の印象とか世界観の話とか。このモンスターが倒しても倒れないってのはすげーインパクトがあることなの、このゲームに関して。このゲームの他のゲームにはない要素なの、なんか。これが本当の真の真。どういうこと？ヒントがボンヤリング。はぁ、なんか怖い、怖い感じがしてきた。不安がある。しかし。使いターゲットゲーセンもやってない。白黒で四角い森をぐるぐるしてたと思う。ゼルダ？あ、え？ゼルダの夢を見る島？白黒っていうのは色がついてるゲームなんだけど、そこだけ白黒とかそういうこと？白黒の森があるってこと？嘘。3D。敵が個性で出現するのかな？スワップ具みたいな感じで何回か攻撃しないといけないとか？カラーじゃないのか？カラーでや。ゲームボーイ？ゲームボーイの外伝。カラーではなかった。ああ、じゃあやっぱゲームボーイ？世界機の迷宮。ゲームボーイ。初見。クリアパープル。とかかしら。
どっちだろうね、相当、でも10年前っていうのはちょっとよくわからんな。10年前にしてはぼんやりしてんな、記憶は。今16歳とかだったらぼんやりしてもしょうがないけど。本体からカートリッジがはみ出してましたか？ああ食券さんいらっしゃる。食券さんお茶ちょうだい。ああ、これさ、これだった本体、ゲーム機は。アドバンスってゲームボーイできるっけ？できる。アドバンスでゲームボーイやってそう。うん、アドバンスでゲームボーイやってるとゲームボーイのカセットが半分ぐらい飛ぶ。はみ出してた。ああ、じゃあアドバンスでゲームボーイ、白黒ゲームボーイやってたんだな。白黒で四角い森ってなんだろう。四角い森。スプは無理だけど。アドバンスでゲームボーイソフトだね。SPD は無理なの？ん？あ、そうなの？いきなりハードル上がったぞ。いや、でも白黒ゲームボーイでアクション要素がなくて四角い森？森だと3かな。 3？ ウィザードリーの話をしてんの。世界中じゃねえよ。世界中アドバンスじゃない、じゃない、あと DS か。スプでゲームボーイソフト遊べるを遊べるよね、多分。どういう画面表示でしたかね。メタルギアゴーストバベル207。どういう RPG なんだろうな。スプモでもゲームボーイできるよ、うん、セレクション。あら、できないのはミクロでしたか。あ、ミクロはできないかもしれない。四角い森の漢字を絵に描いてもらおう。四角い森っていうのはどういう意味で四角いんだろう。一画面の中に全部その森が収まってんのかな。URL 省略。ドラゴンクリスタル？絵はやめて、わらわら。絵はやめて。倒してるように見えるの、確かにウィズっぽい。あ、そうなの？ああ、ウィザードリーって順番で出てくるの、敵が。じゃあちょっと。画面表示覚えてないな。初見マザーみたいだなと思った。あ、そう。初見、マザーみたい？そうそう。え、ちょっと待って、3D ダンジョンものじゃない。あ、そうそう、同じだよ。あのね、順番に出てくる。あった。なんか3匹倒した。とかあるよね、ウィズ。おお、あ、じゃあちょっと見てもらおうか。四角い森って、ウィザードリー森、あのさ、ウィザードリーってマザーっぽい。あと森って出てくんの。初見さんも消え出してって。うん、まあ、なきゃないで、見てってください。楽しんでってください。この俺たちがごちゃごちゃしてる感じを。マザーっぽさないんだけど。どこを持ってしてマザーっぽいって言ってるかわかんないんだよ。戦闘がマザーっぽいってことかな。いやー、ウィズはウィズでしょ。でも戦闘は若干マザーっぽい。マザーってそこまで個性ねえけど、戦闘ウィズは開始早々の戦闘すら難しくて積んでしまうな。しかもか友達がなんかすぐ積んでたって言ってたよね、確かね。ウィザードリーの可能性あるかもな。違うかな。戦闘はこんな感じだったと思う。まあ戦闘はこうやって普通の感じなんだね、じゃあね。ここの地名は山脈でいいんですかね。今後は山脈と呼んでいきますが。戦闘は完成ミスしたか。ウィズみたいな感じだったと思う。移動はこんな一歩ずつ進んでいくやつでした。ウィズはキャラ作っては。もうちょっとドラクエみたいな移動なのかね。アドバンスも隠れてるの結構ある。91さん、いらっしゃい。ウィザードリーでも何種類かあるとか、女神転生とかどうだろう。見てたらウィズやん。あ、でも何度も倒すっていうのはそういうことだよね。アドベンチャーみたいに一歩ずつ進んでいくやつなのか。3作とも終作。へぇ、サガシリーズ。ゲームボーイのサガ3作とも終作。あー、え、サガでも何回も倒してる印象あるか。マザーマジックってゲームボーイマザーっぽいか。サガ見てもらおうか。なんか敵の主人公の特徴とかわかんないの。そういうのは全くわかんないのかな。難しすぎる笑い。ちょっとヒント的にそんなに詳細が出てこないな。四角い森っていうのがわかんないんだ。四角い森は画面の中央に四角いなんか木の集合体みたいな。あ、そういう世界か。白があった。仲間の中にロボとかいます？どういうメンツで歩いてる感じなの？サガの場合、主人公、あー、なるほどね。サガはつまないくらい親切でないかい。そうなんだよね。だから積むってそんなにすぐ積むってことは多少敷居が高いゲームだと思うんだよな。魔界闘士サガなら白あったな。 3D か 3D でないかで絞れるんじゃない。ダンジョンは 3D じゃないんだよね。マザーっぽいって言ってたよね。え、これ曲だけ？あ、じゃない。あ、英語版かい。こういう感じですか、マップとか。ごめん、ちょっとでかくするわ。タスらしいけど。
ダンジョンでカードめくってた？こういう感じでした。ソフタルク実況、ウィザードリー、バイデン1、パート01、うん、盛り上がってまいりました。こういうマップ移動はあるんですかね。後ろ画面ちょっとミニリュウがいるぞ。ミニリュウって、まあーどモンハンジェリーなんだ。ポケモンね。あったあった、わら。あ、こういう感じだった。遊戯王カプセルバトル。ああ、なんか城が出てきて、マップはこういう風に歩くものらしいんだけど。ちょっと待ってね。ウィザードリー1位をくれたんだけど。なんか戦闘は普通のドラクエタイプらしい。ウィザードリーに近いって言ってるし。ポケモン。ポケモン？ポケモン？城出てこねえな、ポケモン。大体こういう系だから。そうなんだよね。だってこれスペックが、なんだ？スペックが高くなくてもこれは再現できるからね。真似しやすいし。こういうゲームばっかなんだよ、だから。決め手がないとな。ね、なんか一つ決め手がないとな。これはこれだけだとちょっとわかりづらいな。敵どんなんだったか忘れたけど剣持ってた気がする。剣。ってことはやっぱりちょっと中世というか、現代的な話じゃないの。これの、おう、こう、あ、まあ、歩いてるし、ああ。また、呪文の効果や。俺もウィザードリーだと積む気すんだよな、最初から。速攻積む気する。ブラックオニキス出てんの？ゲームボール。剣。違う、あ、嘘。いや、か、違うよ。そうなのよ。ちょっとドラクエとかマザーに似てるなっていうことは。ラストバイブル、ドラゴンスレイヤー。あー、ラストバイブルってそんなに書いちゃいけないのか。そう、ま、ラストバイブルとかあり得るか。四角い森ってなんだろう。どの、どこをどういう四角として定義してるの。一画面に収まる森で四角いのかな。もうちょっとなんかねえのかな。なんだろう、よく出てくる雑魚とか。でもやってないのか、ほとんど。どういうこと？どういうこと？リアルネームは一緒。それ言わなかったら分かんなかったじゃんか。そんな余計なこと一言言うからもう言えなくなっちゃうじゃん。言わなきゃ分かんねえよ。ありゃ、日本風の名前？ここはどこだ？これ書かなくていいよ。これ書く、あっち。迷わない森。言える範囲でいいよ。言える範囲。クイズだったのかこれ。わら、ドラクエモンスターズとかはないだろうし。テリーって名前なのかな。やべえ。あと1分で終わる。次枠も来てください。引き続き。あと名前が分かったぐらい、名字が分かるより名前が分かるぐらいの方がまだ、傷は浅いです。あと、そんな差が、名前が分かったぐらいで探し出すほど魅力的なものではないので、なんか芸能人の住所とかそういうわけでもないから、言っちゃっていいよ。そんなもう、俺ごめん、名前直哉って言うんだけど。何の意味もない、そんな教えたって。それを教えただけで、それを教えただけで何の害がある？はい、ね。結構名前言うの久しぶりだな。どうやら弱い敵だったみたいです。これいいか、名前あんま言いづらいが好きじゃねえの。はい。ありがとうございます。次枠です。あ、おやすみ。え？あ、見れます。よかったよかった。寝れるのかと思った。カオル？かっこいい。はいどうも。のど飴が30分持ったよ。名前うんぬん和風と睨んであやかしの城。あやかしの、へぇー。あ、でも名前が日本人、え、自分で作ったってこと？つけたってこと？カオルさんじゃない。カオルっていい名前だな。女で、男でも女でもいるもんね。カオルとか、アキラってでもあんま女いねえか。キャラクター的にはいるけど、ジャスティス学園にはいるけど。ゴッドメディスンっつった？ゴッドメディスン復刻版 RPG 実況プレイパート1。はい。ウィザードリーは違ったんだよね。カオルはかっこいいですね。ねえ、ズリーは。和骨です。だからカオさんなんだ。全然イメージ違いじゃねえか。何の音だよ？和骨。ピッカンガン。和骨。ズリー。はい、キアさんいらっしゃい。皆さんいらっしゃい。わら。ゴッドメディスンはちょっと思った。本当。余裕の和子。うん。でもゴッドメディスンってそのすぐ、ポケモンっぽい。え？マザーっぽいか。和風。じゃ、若干和風というか、なんて言うんだろう。街が出てきて、で、日本人の名前が出てくるってことか。
ちょっとじゃあ、カオさん見てください。これが怪しいんじゃないかと言われてるゴッドメディスン。で、色ついてるけど、これ復刻版だから色ついてるだけです。スーパー多分 URL 省略てか画面明るすぎなんだよこれバカじゃねえのパート1ワコツグルグルガラクターズはいそっちも怪しい依頼主俺じゃないよカオさんあごめん依頼主はカオさんごめんなんかカオさんついちゃったナオヤさんワコはいありがとうございますキヤさんねそうカタカナ2文字でなんか頭が混ざったガクゾあれガクゾさんもまずまあいいわ。なんか白いよね、これね。靴脱げる場所ないですね。一人暮らし。こんな感じですかね、とりあえず。三人で並んで歩いてる感じ。二人分ぐらいですよ。和骨です。目が痛いよ。おう、なおとか、今日から夏休み。でも GB にしよう。見えてねえ。なんか白いわ。戦闘シーン見た方がいいか。連携みたいなのいたよね、ゴッドメディスン。笑い。連携みたいな。ったかな。うん？一人？一人？あ、一人だった気がする。戦闘シーンねえじゃねえか、これ。お父さん、軌道のダイヤル回して、眩しい色だ。ねえ、なんかもう色が眩しいよ。なんかこれ色変わってる。背景の色とかすげえ変わってる。いや、変わってるわ。なんで？和骨です。戦闘シーンねえじゃねえかよ。ちょっと。でもさ、一人だった気がするってことか。ここにいるといろいろ発見があって面白いですこの電源、スーファミの電源入れると面白いんだけど。でも見てみます。うん？これ知らないわ、和骨。ドラクエ1。に軌道上げてるのか。いやー、下がったね、軌道ね。最初の方は一人だったとかないよね。最初一人、だから最初しかやってないし、戦闘シーンこんな感じだね。なんかでもボス戦だからわかんねえんだけど。おい、ラスボスじゃねえの、これ。ちょっと、もうダメだ、こいつ。あかん。色もわけわかんないし。最初しかやってないんよね。どうそうだよね多分ね。そうでしょ。あれなんかユンゲラーみたいにいない？ユンゲラーいたな今。そう最初の電源入れろとかいいな。そこだけ褒めてやる。あとなんか言われる。完全にユンゲラーや。あユンゲラーそっか。待て待て。ぐるぐるガラクターズ。そのさなんか名前っていうのは何なの？名前が出ちゃうからやだっていうやつは言ってくれ。めんどくさいからちょっと待ってよしよしで前枠で言ってた名前なんだけどカイって名前カイって名前カイって名前カイんカイカイあーそれカイとかインゲラー自体が権利関係怪しいのにさらにパクるとはピカチュウほいこんにちは光中ですはいカイキスクキスクカイキスクドルアがあーギルドカイってことあ、サガ2に貝がいる。貝子電。貝子電ちげえよ。なんか、汗ひおかしくね。貝の一服にいたような。貝。サガ2の NPC。そんなにすぐ出てくるキャラかい？さっき見てたよね、サガ2。あの。貝って名前のキャラクターを探すんだ。そうだね。何なんかこんなに。セリア、セリア、貝。そういうこと？貝の冒険。違う。違うわ、俺と同時に言うな。あー嘘ウォーズマンみたいなことマジか。最初しかやってないよね。はい、最初しかやってません。そう、こういう、これ辺はこれ書いとこう。クリックメディック。名前なんだけど、貝って名前。はい。クリックメディックってプレステじゃねマクロファージがボスのやつか。マクロファージ、嘘。あ、サガ2おかしいなぁ。サガのヘルマーって出てたな。デビチルに貝が。デビチルどれぐらいのとこ、どれぐらいのとこに出てくるそれ、そのキャラ。最初しかやってないらしいんで。何か。遊んでた当時は、貝の体内に入る、なんてみじんも思ったことなかったわ。嘘。全然、今も思ってないけど、全然。言われて、思ったわ、ちょっと。なるほど、と思った。ちなみにクリックメディックは背拍子がクリックメデックという語色。残念だな、それは。ちょっと待って、サガ2の動画ってあんまねえな。サガ2、なんかサガ2が怪しいんじゃねえかとは言ってるけど、サガ2って動画がすごく多すぎてもうわけわかんないわ。音楽系とかなんか、一個の敵との戦いの動画とかがバリバリあるわ。いい声。デビルチルドレンあ、デビチル？デビチルも見てみようか。
さっき見て、サガ2見てもらっても何も反応がなかったからな。ぐるぐるからガラクターズは違うんだね、これね。ぐるぐるガラクターズはポケモンっぽいもんな。ポケモンと、あ、音が大きいって。怖い怖い怖い。うわ、気持ち悪い、右下。新、女神転生、デビルチルドレン、にいるみたいだね。かい。いや、待って。ヘッキヤさんって、そんな名前なの？かっこいいな。お、ずりーな、なんか。かい。かい。かいの、かいの冒険とかで。このゆっくり怖い。ね、怖いね、なんか、リアル。ゆっくりだと思う。この部分、何この部分。リアル感あるゆっくり。なんか質感のある。重そうな。ずしっとくるわ。キアってカイのアナグラムなのか。だってカイ右キア。俺主人公何？右キアだもん。あーすげえな。そういうことか。僕あなたみたいな必要のあるゆっくり。いや、そんな名前の人いるんだ、カイなんて。親父がガンダム好きだってことか。でもカイの名前はつけねえよな、多分。カイしで。名前なんて正しやぞ。里見正しやん。あんこぎっしり、そうだな。あんこってか肉って感じだよ。肉まんって感じだよ。カイって名字じゃなくてか。ああ、いや、だから名前だよ。カイバンド、あ、そっか、名字か。あとカイ、なるほど。あとカイか。ブラリ系か。こんなに可愛い感じの敵だった。敵のデザインとか、自分のデザインとか、こんな漫画風だった。ジャック・フロストみたいな。三人、三兄弟だ。あと、遠距離、中距離。中距離、遠距離、中距離、近距離。違うか。これ色ついてるかちょっと分かりづらいかもしれないけど。あ、これってカラー専用じゃねえ。ダメじゃんじゃ。これ、両対応じゃねえ。カラー専用だけど。あかん。なし。倒しても倒れないってのは何だろう。ねえ、何なんだろうね。てか、これさ、汗ひ間違ってんの。今知った。ん？カービィ。そういうのだった。え？え？何の話？ちょっと待って。勝手に話を進めてください。2002年発売らしい。うん。ああ、回復あった？ん？回復あった？ヒットポイント回復するぞ。何の話だよ。白黒。白黒だよね。タツノコプロって書いてある。嘘。あの鳥とか？フクロウみたいなやつとか？そうなんだ。ちょっと待ってね。ちょっと画面ちっちゃくするわ。四角い森で非表示の場所探すのが相模の出番にあるけど。何、四角い森で非表示の場所って。その該当する動画を探してください。誰かに話しかけると回復してもらえたよ。へえ、サガ2はカイというキャラがいて四角い森がある。四角って本当に四角なんだね。じゃね、あのマップパーツみたいな。ちょっと探すか、サガの実況。サガ2実況でいいよね、多分。実況の方が出そう。まさかの相模。お供の遺族に話しかけると回復、うん、お供の NPC？ ほうほうほう。わ、外国の人が日本語版やってんだ、これ。と思ったけど、日本人か。いや、待て、わかんない。探してみよう。サガ3。おい、この人すげえサガやっちゃってんじゃん。もうダメだ。あった。あ、確かお城にいた人だったと思う。ない。お城ないよ。会に話しかけると全回復してくれたし。城がいる人、その回復してくれる人がカイって人なの？城。さっきでもマザー、でもマザーじゃねえや。どれだ？これか。あ、これだ。カイだけにカイまた。四角い、これ足すだから多分通るよな。四角い森はスルーできんのかな？四角い森見て。あ、お城にいるカイという人がってこと？こんなNPC なんだよ、カイってね。カイの体内に入るゲームってなんだっけ、マザー、じゃあ、サガ2だっけ。はい、こんちゃーす。四角い森はよ。カイだけに回復。なるほど。でも、そんぐらいの感じでつけてる感じするわ。つけてる可能性がないとも言えない。タスは通らないとかあんの、これ。この神殿でカイと会う？本当に？これがカイ？え、これカイ？女？あ、これがカイか。嘘。気になってるわら。キーになってる。カイ。キラーインスティンクトみたいじゃん。あの人だって、どう？キアさん。あの人があなたのルーツ。いや、そういうわけ逆だよ。名前が一緒だから気になってるわけか。あ、こんなんだった。あ、じゃあ、サガ2だ。
いいゲームや。なんでこれ友達すぐ積んだの？そんなに積まないと思うんだけど。四角い、ここから四角い森？じゃあ四角い森見て判断してもらおうか。ここから先四角い森？パチパチパチ。四角い森を探す。塔のボス停止にされそうな名前ですね。アシュラの味と前？まさかのって、わらわら。あ、これ四角い森って。パチパチパチ。ベンガルトラ、やじゃないか。パチパチパチ。倒せない敵って、あ、倒せない敵ってなんだろうね。アシュラのこと？あ、これ四角い森？あー、四角いよ。これ四角いよ。四角い。森が四角い。一画面に収まらないけど。このこと？パチパチパチ。これかい？パチパチ。あ、四角いよ、かなり。パチパチパチ。異様に四角い。四角い。四角さが。あー、じゃあこれだ、サガツ。そうそうそう。へー、すげーな。俺これ、このゲームそんなやってねえな。サガツ、秘宝伝説。すげえ名前だな。正解出た。これサガツってさ、革新的なことを言った人は誰？最初にサガツって言ったやつは誰だ？うん。ね、手応えあって、しかも答えがすっきり。わかりづらいけど、嘘は言ってないよ。完全なる正しい情報だった。で、しかも名前が出たとこが良かったかもね。サガの秘宝感違う。大体合ってる。大体合ってんだよね。素晴らしい。118っていうか、これ前枠から言ってる人いた？いや、いねえな。そこまではいないな。ただ、サガ2じゃねえのって言ってる人はもう前枠からいたような気がするけど、俺かもしれんという人は言ってください。あ、で、サガ2の NPC にいたようなっていうのがオレンジさんが言ってる。依頼していいですか？はい。サガ2に回いるよね。坊さんからだな、最初。坊さんが入って、迷った時ハマッシュさんの手柄に、名前はぼちぼち出てましたね。そう、坊さんがまずそこに気がついてるんだよ、最初に。サガ2に回いるよねって。で、あとゴール決めた人誰？このセンタリングから。だから結果的には俺、この前枠に俺タス開いてるから、多分前枠に誰か言ってんだよ。じゃあ調べとくわ。ごめんなさい、調べときます。遡って。そんなわけで、だからまあ誰か、坊さんセンタリングでもないかもしれん。いや、坊さんもう一個通してるんだよ、だから。四角い森あるって言ったのは私ですね。四角い、あ、坊さん、そうなの。じゃあ坊さんじゃないか、結局。じゃあ坊さんきっかけの何かゴールだな。最後に言った、最後に言った。ボレー決めてる。なるほど。坊さんでいいか。ここまで、ちゃんと関連性を言ってるから。じゃあ坊さんにしよう。え？あんなやついんの？そんなわけで、キアさんありがとうございました。名前まで晒していただいてありがとうございました。おかげでわかりました。逆サイド走り込んでた。飛んでこなかった。しゃあなし。じゃあ、次の依頼は、誰だ？依頼してもいい、飛び込み隊長さんか。若い。こんなメジャータイトルだったとは。ね。いやでも、友達がなんでそんなにすぐ積んだのかがわかんねえよな。別にそんな遊びやすい RPG だと思うんだけど。何に積んだ？速攻積んだって言ってたけど。どこに積む要素があんのこれ。やっぱ相変わらず。ちょっと待って。じゃあちょっと準備するんでちょっと待ってください。隊長さん。メジャー作でも分かりづらいものですな。とりあえずサガ2はどっかしらで遊べるよね、多分今でもね。攻撃の使用まあ最悪売ってるし。難しい要素がどこかに。でもゲームボーイ遊ぶって今敷居高い。え、バーチャルコンソールとかないの？ああ、そういうことね。申し訳ない。子供には難しいって、いくつかによるな、何歳の時にやったかによる。壮大すぎてこの先長いなとか思っちゃうと萎えることも。ああ、わかるけどな。俺はだからあんま RPG やらん。先入観はあかんですね。リメイクはあるけどね。リメイクなかったんけ。あ、あるけど、多分リメイクっていうのが評判聞かねえから、よくないんじゃないの？ゲームボーイはバーチャルコンソールはないですね。バカじゃないの、マジで。恐ろしいね、なんかね。サガ2のリメイクは別ゲーです。ああ、いや、別ゲー。あ、ほんと。ワンダースマン版とかあったけど、なんか、1作目とか。DS リメイクあります。かなりうっすらしい。いや、やだ。やだ。受けるかどうかものによる、これ。パソコンでうっすらだったらもう無理だと思う。それは、あなたの勘違いだから。夕方、はい、夕方行ってます。石ころさんいらっしゃい。じゃあ、ちょっとやってみるか。どうせまだ、なんだろう、なんか、記憶を埋め込もうとしてるだろ、それ。違う、間違った記憶。
架空の記憶。ルブライ。プレステ1。ルブライ。あー、なんか出そうだね。プレステ1の横スクロール。アインハンター?違う、ハンダー?シューティングだな。横スクロール何?横スクロール何?ダラヤス。アクションなのかシューティングなのか。晩御飯の支度をしてたら前の依頼が返ってきた。差が2でした。Rトイペおにぎりタン。フタイプおにぎりタン、おい。デルタがおにぎりタンになってる。はい。ナポリタン人形さんって名前がやだ。なんかケチャップまみれの人形みたいでやだ。え?血まみれってことこれ?超兄貴。横スクロール、シューティング、横スクロール、アクション、横スクロールレース、かっこザブングル。それザブングルだぞ。主人公が雪だるまみたいな。雪だるまみたいな?ポーズ的な?チェルノブ雪だるま?あ、シルエット。ちょっと待って。どういうことなんだろう。気になるわ、このゲーム。スチームヘッド。スチームヘッド?プレステ 1? 魔界村?スチームヘッドって何?スチームギアマッシュじゃねえ、待って。プレステにあった?何が?プレステのゲームなんでしょ?スチームヘッドってなんか腕時計だな、これ。ゴエモンインパクト。クルリンパ。クルリンパは確かに、でもパズルだぜ。横スクロールでもなんでもない。アクションなの?シューティングなの?ハードなんだろう。プレステ1確定じゃねえのかな、これ。カービィ。カービィ。なんかのアニメのキャラクターみたいな感じ。あー、雪だるま、これまたドナルド・ダックなんじゃねえの?まずジャンルがアニメのキャラクターみたいな感じ。ドラえもん。そう、あのさ、シューティングなのかアクションなのか言ってくれる？これを言ってくんないとちょっとこれ怖いな。これが答えられないってことは何かあるな。おそらくアクション。あ、おい、ちょっと待って。おそらくってなんだ。マリオ的なゲームな感じ？多分アクション。ロックマン X、風のクロノア。やってはいけない動画。風のクロノア、あー雪だるま、はい、見てみよう、ロッカはい。風邪ひいた後は、だいたい風邪って打つとなんか本当にあの病気の方の風邪になるんだよ、これ。URL 省略。HD。あー、もう HD って書いてあるやつは全部足日がおかしいから、ほんとぶん殴りて。スノーマンプレイ動画。スノーマン、あ、え、スノーマン、アクションとか横スクロールとかだったっけ。鼻が長くとんがってたような。鼻が長くとも、それなんか、最近のあれじゃん、穴雪に出てるあれじゃん。雪だるまってことは蜂みたな外見かも。蜂。か、あれなん、黄色いさ、蜂が主人公のあれなんだっけ、ね、よし。じゃあ、はい。鼻が長く尖ってったら、こう、クロノアでね、クロノアではねえな。なんか海外の有名な雪だるまキャラのゲームなかったでしたっけ、スノーマンじゃなくて、スノーマンはゲームは出てるけど。クレイマン。ああ、鼻は尖ってねえけど、雪だるま見てもらうか。クレイマン、クレイマン?雪だるまっちゃ、いや、違うな。これではないんだよね、今見てるやつ。今、所長の動画見てたから、クラッシュバンディグーに思えてた。ああ、鼻尖ってるキャラものだよね。アニメのキャラクターみたいな感じの、主人公で鼻が尖ってる雪だるまチックな主人公。クレイマン、クレイマンにかな。アクションだもんね。鼻尖ってねえんだよな。あのクレイアニメみたいなやつか。クレイマン。そっか、キャラ見てもらえばわかるかも。これ今見てもらってるやつは多分違うんだと思う。とかものすごくコメントを打つのが遅いのかな。若いのかな、飛び込み隊長さん。確か。太陽の尻尾かな。いや、鼻も尖ってないし雪だるまでもない。オラフは最近すぎる。画面に奥行き感はないはず。画面に奥行きはない。画面に奥行きはない。横スクール、純粋な横スクールってことか。アートリンクの悪口はそこまでだ。こんなんあったな。言ってないし。これ面白かったな、放送でやったけど。なんかちょっと謎解きが一個とんでもねえのがあったけど。URL 省略。はい。プルーの大冒険。あ、鼻尖ってるね。ああ、レイブか。それか、でも横スクなのこれ。横スクか。横スク、最近誰かとこの話したんだけど、なんだ、誰だっけ、あ、メスタンかな。あ、スノーブラザーズが NG とは冒険だった。あれー、まさかのこの、すげえ後期のゲームじゃねえか。これは持ってるけどやったことねえな。
ブルー忘れた。いやこれ忘れるわ。おい、これ正解？わら、あわら。これ以上に鼻跡があって雪だるまチックなキャラいねえな。プレステ界では。確かにそれっぽい。わら。でもアニメのキャラっぽいって言ってたもんね。これだー。よっしゃいー。これを雪だるまとするかどうか。これはまあ雪だるまっぽいね、形的には、ね。わらわら。パチパチパチ。オレンジさんかしら？これはパチパチパチ。ラベじゃねえかー。レイブだったっていう。何のワンピースだっけ？何とか画面も普通あのさ始まってねえんだけど。しかもこの動画めっちゃ重いの。あ、オレンジさんだ。何だろうね。うわー。忍者コマンドおかげねえ。アライグマ。プルーはアライグマ？パチパチパチ。芸術的な色だった。ラベってそれで。これアライグマなの？なってたっけ？なんでこんなマイナーな。わら。マガジン。イライネじゃ何一つ嘘ついてないそうなんです。雪だるまチックでアニメのキャラっぽい感じで鼻が長い。画面に奥行きはない。すべて正しかった。忍者コマンゴー。コマンゴーってなんだよ。ラベのキャラか。レイブそう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 。って虫じゃね？え？あ、そうなの？なんか震えてるやつだよね、ずーっとね。YouTube でラベのサンディ対戦ゲー出てましたね。アニメ版絵柄全然違ったんだよな。何版？骸骨のジェットコースター。アニメ版違うの？納得感を感じる。なんか意外としっかりしたアニメだったよね、これね。ブルーの大冒険。犬じゃ、嘘。犬とかなら耳とかないよ。いや、レイブはね、これね、結構コナミなんで、タチ悪いから、ゲオとか探すと束に売ってるよね、これね。うん、一つ修復されたね。違う、黒いの。なんか逆に怖いな。ドス黒い感じになっちゃうね。戦いもんなの、これ。なんか小刻みにずーっと震えてるキャラだよね。プードル、プードル、プードルじゃねえ。ピチチワワ的な。あ、そうなんだ。見る人が、見る人、見る人が違う種類に見える。まあ、だから謎生命体ということだね。つまり何なんだよ。なんだか分かってないでしょ、本人は。なんかのゲームはデジャブル。なんだろう。これ見てると。まあ、なんか似たような、もう、感じのゲームはあるからな。あれかな、ジョン&マックとかかな、このな、あ、いや、レレレの霊かな、なんだろう、それにしてもつまらなそうだね。大人がやるもんじゃないね、もうね。レレレの霊っぽいですかな。お出かけです。人によっては妖精に見えるし、虫に見えるってことでしょ。なるほどね。戦い原始人か。フェアリーテイルでも最近出てる。嘘。タイルで最近も出てるよね、プルー。ね、レスターっぽいよね、なんかこの南の島感がね。原人だ。うん、原人でもあるかも。離れ席できねえ。わら。同人ゲームかな、わら。あー、てか、まあ、これコナミ、うわ、すごいな。コナミってのが立ち悪いんだよな。コナミってね、大体ね、キャラゲーはね、なんかそつなくこなしてくるんだけど、なんかすごい手抜き感があるんだよね。なんか、どうせ子供向けだからいいだろう、みたいな。絵だけしっかり作って、手応えにストレスがなければいいだろう、みたいな。あとは、あのパズル玉、とっかえ玉みたいなやつをおまけで入れすぎっていうね。もうなんかお茶を濁すのが大得意だから。かなり小さい頃はそうでしょ。いや、この売り方うまいよ。なんか苦労なく派手に見せるっていうのがあの人たちの仕事だから。ヨッシーの踏ん張り、ああ確かにね。でもそういうのはなさそう。商売上手、そう、上手だと思う。ミニゲーム大好きっていうか、なんかそうだね。ごまかすのもうまい。だけどそれが分かるとちょっとあざといなってなっちゃう。グーニーズの頃を思い出せ。これって攻撃って踏むの？鼻でつくの？強しわら。鼻つい。強し、またあんなもん強しで作るから再販もで、まあ再販なんかしなくていいけど、なんかハート食ったぞ。商売としては正解なんですかね。そうなんだと思うけど、ね、ファンは喜ぶんじゃねえのかな。なんか意外と、アドバンス、なんだろう、コナミって本当一時期からそういうのが、ノックバック厳しいな、これ。なんか、悪魔城ドラキュラみたいな厳しさがあったね、今。触ったら落ちたもん。ちょっとこれ。はい。はい、ありはい、はい、いらっしゃい。パズル玉って無理やり流行らせた感はある。うん。だけどつまんなくないよね。パズル玉のひどさは半端なかった。そう、ポップンのパズル玉なんだ。ボリューム増えた気がしたもんな、わら。好みだからじゃないんですかね。好みだから、流行らせたってこと？メデューサ、そうだな。コウモリじゃないの。コウモリが細い、足場がないとこで来る。
これバタバタしてんの全然関係ないんだね、あれで。いや、またこれ作るの簡単そうだな。なんかでかい会社だったらなんか案外簡単に安く作れそうな感じな。絵を描けるやつがいて、まあプログラムは基本があってみたいな。コナミらしさみたいな。うん、ある時期からそういうとこ上手くなって、なんか鼻につく感じになってるの。コウモリに小づかれて吹っ飛ぶベルモント一族な。いや、コウモリ大嫌いだからキャーってなってるんでしょ、わーって。キャラゲーのメーカー版ナム。あんなところで G がいたらギャーってなるでしょ。いや、なんねえのかな。もっと冷静になれって話だよね。めっちゃ臭いのかよ、コウモリが。バンダムの悪口。いやいやいや、です。言ってもいいよ、被害者だったら。嘘。当たり判定が。あー、何の話？391個目もついてる。いらっしゃい。当たり判定が不明瞭。うんうん、できてると思う。キャラゲーだったらとかいうの全然うまいのよ。うまいっていうのは褒め言葉の方のうまいじゃなくて、なんかうまくやったなっていう感じ。ただ本当にうまいし、お金もあるから、そこそこ本当にクオリティは高いものができてくんだけど、なんか鼻につくんで、シャラくせえ感じ。これ、それがコナミのキャラゲー。あら、依頼はある？誰か。誰か依頼者は？学生が作ったのをそのまま発売した。9万というイカラ。何それ、何のゲーム。誰、コテハンがないと依頼は受けられません。誰だろう。これは映るんですとかでやっても大丈夫なんですね。わら、ちょっと待った。順番待ちが、順番待ちがどこなのかわからんから、次枠でコメント付きで言ってください。ナポリタンさん、ね、こんなポリタンさんだったか。できたらお願いします。今ナポリタンさん、あ、ごめん、ナポリタンさん。順番待ち、ごめん。全然気がつかなかった。じゃあ準備するんで。順番待ちに書いてありますよ。はい、よかった。ごめん。全然だったわ。何にエキサイト、コナミとかナムコにエキサイトしてる。キャラ変えてもいけます。キャラ変えてもいけるよ、全然。申し訳ない。誰か順番待ちがいる、すでに予約待ちがいるっていうのを忘れてた。依頼できますか？はい。小手半さえあれば。青畑さんか。ナポリタン人形ってすげえな。どういうことなのこれ。青旗。じゃあもう始めようぜ、ナポリタンさん。ちょっと待って、ゲーム画面が出るか。よろしくお願いします。よろしく。アイボック社、コレクトリクエストできるんですか？ボノボノでこのゲームやれば売れそうな気もする。コテハンさえつければいい。いや、探します。ほんとだよ、ケチャップ血まみれ人形かっつって、そこまで覚えてた。じゃあ次枠からかな。じゃあ次枠からにしよう。まあ、分かりづらくなっちゃうから、次枠からナポリタンさんお願いします。あと探してほしい方は、いやよ、外しても外さなくてもいいんで、コテハンをつけてください。枠またぐと名前が変わっちゃうんで、コテハンをつけないとね。うん、そうしてください。いやー、それか、そうだね。一応放送の下の画面に説明が書いてあるんで、質問の仕方とかね、ざっくり。ついでにチケット寄付してね。いや、もうダメ。2月になったらもうなくなっちゃうから、チケット。チケットまたもらった？あれ、1月いっぱいでなくなっちゃうから恵んでくださいって話なんですよ。今日はナポリタン作